外族は5世紀頃からアフリカ南部に住むバントゥー系民族である。外の国はマショエショエ一世が19世紀初頭にアフリカ南部に分散していた外ツワナ族の士族を集めたことで生まれた。今日多くの外族は南アフリカに住んでおり、オレンジ自由国の領域はもともとモショエショエの国だった。バントゥー5群を話す牧畜民族がおよそ200から500年頃に、 南アフリカに定住した。西部から中央アフリカ周辺に機械を持つ人々が、鉄器時代の波で南アフリカ半島中に広まり、容易に土着の石器時代の住民と置き換わった。19世紀までに安定した、定住生活が現れた。ムグニゴを話す民族は、東から南の沿岸部を支配した。それに対し、多くの外王国は高原南部に起こった。 外族の社会は高度に分散しており、クラールや拡大士族を基本に構成され、どちらも主張が支配した。主張国は緩い連合国に統合されていった。19世紀に外族の歴史に重大で今に続く二つの事件が起きる。東では釈迦がズールー人の皇帝になった。ズールー人の社会が分散した士族社会から統合されるにつれ、 常備軍を持つ王国は多くの侵略戦争を起こした。後にディファカネと呼ばれるズールー人の拡大につれて東からの避難民が急増した。これらの集団はハイベルドに住む外族と接触した。1823年には外族の一集団であるマゴロロ族がこの圧力で北に追いやられオカバンゴデルタとザンベジ川を越えばロゼランド。 現在のザンビアに移動した。1845年にはマココロ族はバロテランドを征服した。同時に1652年にケープタウンに入植したオランダ人の子孫は外族の領域に達し始めた。後の20世紀にフーアトレッカーズと呼ばれる彼らは当時イギリス人にはボーア人として知られていた。ナポレオン戦争の結果南アフリカ南西沿岸部は イギリスに割用され、その地域の農家はオランダ人を追い出すことにした。言語の押し付けと後の奴隷解放への不満によってオランダ人入植者はイギリス支配下のケープ植民地を捨てた。彼らはやがて南アフリカの後輩地に独立した政治組織を作ることに成功した。これらの開発の時代、モシオエショエ、王、モシオエショエや誤ってモシエシュとも呼ばれる。 ハイベルド南部の外小王国を支配した。彼は国際的に外交力と戦略に長けると評価されており、彼はディファカネへの避難民を統合国家に組み込むことができた。彼の優れた統率力のおかげで、彼の小さな国は危険と困難、すなわちズール人の派遣やオランダ人開拓者の内地への拡大、大英帝国の思惑を生き延びた。これらの困難は、 他の南アフリカ土着の王国を19世紀中に滅ぼした。1822年に彼は首都をブータ・ブーテに設置した。ここは北に守りやすいドラケンスバーグ山脈を擁し、やがてレゾト王国へと発展していった。首都は後にサバ、ボシウに移された。オランダ人開拓者集団の侵略に対処するために彼はフランスに国内での布教活動を認めた。 パリ福音宣教協会から派遣された宣教師は王に外交助言を行い近代兵器購入を手伝った。国の大臣として活動する傍ら、宣教師は外族の聖書法制定や外語教材の印刷で1837から1855年の間重要な役割を果たした。1878年に最初の外語番聖書が作られた。 1868年に自由州、外戦争で、ーア人に西部定地を奪われた後、モショエショエ一世は、ビクトリア女王に、レソトをイギリスの保護国にさせることに成功した。イギリス行政庁は、マゼルに置かれ、現在のレソトの首都になっている。国内問題は、地域の主張が権限を持ち、イギリスは外交と防衛を担当した。1869年に、 イギリスはバソトゥーランドの国境確定作業を手伝った。バソトゥーランドには多くの氏族が領地を持っていたが、外語者の多くはオレンジ自由州に住むことになり、フーアトレッカー共和国が外王国に接することになった。イギリスのオレンジ自由州や後の南アフリカ共和国を含めてすべてのバソトゥーランドを併合するという目論みは失敗した。 1966年には、バソトランドは、イギリスから独立を勝ち取り、レソト王国となった。外族の言語は、セソトや、セソトサ、ボーアと呼ばれる。外語を、南外語とし、ペディ語とは異なるとする文献もある。外語は、レソト人のうち150万人の、第一言語であり、これは、人口の85%を占める。外語と英語が、 レソトの公用語である。レソトの大人の識字率は59%で、これはアフリカでは最高の国の一つである。南アフリカでは約400万人が外語を大一言語としている。自由州の62%の住民が外語を大一言語としている。ハウテン州では約10%の住民が外語を大一言語のように話す。 北西州では5%の住民が外語を大一言語とし、特にマボロカ地方に集中している。ムプマランガ州の住民の3%が外語を大一言語とし、多くがスタンダートン地区に住んでいる。東ケープ州の住民の2%が外語を大一言語とし、州北部に固まっている。推定500万人が外語を第二以降の言語として用いている。 外語は南アフリカの公用語の一つである。で、外と南アフリカ以外では6万人が白字語をザンビアで話している。ボツワナやスワジランド、ナミビアのカプリビ回廊に少数の外語話者がいる。外語は研究対象としても学習の手段としても用いられる。話し言葉、書き言葉の両方が幼稚園から大学の博士課程まで用いられている。 商業や情報科学、科学、数学、法律の領域では、外語の専門用語が、未だ比較的少ない。アパルトヘイト以降外語の発信力は高まった。ラジオレセディは24時間外語だけで放送している、ラジオ局で、サボックが運営している。レソトにも自由州にも、地域ラジオ局が他にも存在する。南アフリカ放送協会や独立テレビ放送局の、 イットブで毎日30分外語で速報が流れる。両社協にいくつかの外語の方言で番組を作っている。レソトの新聞のほとんどは外語単独もしくは英語との平気で書かれている。現在南アフリカでは自由州のクワクワやホーリーズブルグ、フィックスブルグ等の都市以外では外語の成熟した新聞はないが人気月刊雑誌のボナは外語の記事もある。 外語の聖書法が成文化されてから、外語で文学作品が書かれるようになった。その中で最も有名なものは、トーマス・モホロの、チャカという女児詩で、英語やドイツ語を含むいくつかの言語に翻訳されている。外族の中心地は、南アフリカの自由州とそこに隣接する列外である。両地方ともに、田舎では貧困と低開発状態が蔓延している。 これは一部の外語話者は安定した仕事と高品質の生活をしているが多くが経済的苦境の中で暮らしているためである。土地所有者も多くが生活が苦しく小規模の商業的農業をしている。過剰放牧と土地の管理の失敗が拡大中の問題である。人口移動のために外語が大陸の広い範囲で話されている。貨幣経済に入るために 外族男性はよく南アフリカの工業分野で出稼ぎをしている。自由州やレソトからの出稼ぎ労働者が南アフリカの都市部に外語を広めている。出稼ぎは外語話者の家族の人生に悪影響を及ぼすと一般的に知られている。大人が何百キロメートルも先の都市で働くために家族を貧困地域に置いていくためである。アパルトヘイト政策によって政府は 外語者にバントゥースタンへの移住を強制したが、あまり効果はなく、20世紀の真中多くの労働者が黒人伝統地域を離れていた。男性が工業で仕事を見つけやすいのに対して、女性は農業や内職に重点を置いた。都市部の魅力は衰えず、で、外や外族地域生まれの黒人にとって、国内移住は現実的選択肢であり続けている。一般的に、 外側者の雇用状況は南アフリカ社会全体のそれと似ている。歴史的要因により、外族や南アフリカの黒人の失業率は高い。専門を持つ人は教育や健康、薬学、法律、政治分野で働いている。他の人は公務員や民間企業を目指す。宗教面では、 キリスト教宣教師がモショエショエが国を守ることを補佐したため、キリスト教は外族に広く広まっている。教では外語話者の多くはキリスト教と土着信仰を混ぜた宗教を信仰している。モディモアシセル定めのものは近寄れない最高の存在であり、祖先がモディモと生きている人を結びつけることで、祖先への誓いや尊敬が育まれる。公的には、 レソト人の多数派はカトリックである。ありがとうございます。